やっほー。はい、今日はお伝えしたいことがあって急にやろうと思ったので遊びに来ました。8時手前ぐらいまでは時間があるのでできたらと思っております。ブログとかツイッターとかインスタ見てくれた方はわかるかもと思うんですけど、3つぐらいお知らせが出たので、ちょっとややこしいんじゃないかなと思って、説明を込みで、ちょっとずつ自分もブログに書けてないようなこともいっぱいあったりするので、そんなところを話しながら、みんなと時間を過ごせたらと思ってやってきました。では早速ゆっくりゆっくりゆっくり話します。 お知らせに関しては私もちょっと理解はしていない部分が多かったりするので、では早速いきますね。まず今日の12時に一番最初のお知らせから話すと、6月のオンラインのイベント、ダンスとズームのお知らせがあったと思います。これは結構毎月やってるイベントなんですけど、人数限られてるイベントになるので、ありがたいことに結構いつも当日のうちにね、完売する分も結構あって、そう。なので6月も4回か5回ぐらいあって、それに。ぜひ遊びに来てくれると直接そのお話ができるので、オンラインお話し会なんですけど、ぜひ遊びに来てくれたらと思います。それとあとダンスは、私オンラインでダンスを、日曜日は結構ダンスの授業を多くやってまして、そのうちの一つでファンの皆さんと一緒に体を動かそうというところでダンスレッスンもしてます。もちろんその前にもね、何個かレッスンをしてて、その中の一つなんですけど、はい、最近青空片思いをねやってるんですよ。なのでそういう昔のアイドルのダンスもやったりとかするので、ぜひ来てほしいなと思ってます。もちろんその踊ってるところを動画に映さなくても大丈夫で、ただ見るだけでも大丈夫ですし、結構3分の1ぐらいの時間を使ってストレッチめっちゃやるんですよ。だからストレッチだけ参加でもいいですし、本当に興味があったらっていう感じで遊びに来てくれたら嬉しいです。あんまり重たく考えず、オンラインのお話し会とオンラインのダンスレッスン、こちら詳細はツイッターの方を見てもらったら全部書いてあるので、ぜひ時間ある時に見てもらって、あ、行ってみようかな一回って思ってくれた方はぜひお待ちしてます。はい。では、それが1個目のお知らせ。サクサクっとね、全部1回話してみようと思うよ。では、次が今日の何時だ？ 2 時22分にばっかの時間。この時間に1個お知らせがあったのが、コンセプト1の写真が公開だったと思います。イエーイ。27歳に先々週なったので、それを記念して写真を撮っていただいて、というか毎年撮るんですけど、誕生日の時には。なので今年バージョンを撮りました。はい。なんか私の写真、もう27歳なので、ちょっと今回は見てもらったら分かるんですけど、大人っぽい感じに、メイクと髪型と衣装と撮影場所と全部大人っぽい感じで揃えてもらって、多分アイドルの時とか17歳とか10代の時に撮ってたら、多分ちょっと浮くような感じのところで撮ったんですけど、今回はそんなことなく多分撮れたんじゃないかなと思っております。多分ね、まだ見れてない方もいると思うので、
あの iPad で紹介しようと思うんですけど、 iPad が、ま、もしかしたらこれ画面が反射しちゃうかもしれないんですよ。そしたらちょっと見せることができないので一回試してみようと思います。びっくりした。やってみるけど反射したらこれはもう各自見てくださいという感じで。ちょっと反射するかな、こういう感じでお花いっぱいの中で写真を撮ってもらいました。ちょっと反射するね。こうしたら見えるとか、こういう感じとか。あ、ダメだ、映っちゃうね、反射しちゃうわ。サッとやる、サッとサッとこういう感じのうん、こういう感じですねこういう感じ、うん、こういう感じの写真をね撮ってもらったんですよ。結構おとなしめ、はい、なのでぜひ皆さん、ちょっとお見せできなかったので、あの画面がね反対側に映っちゃうのでだから、まあ、こういうイメージがイメージなんだなというところで見てもらえたら嬉しいです。あ、これテロップ変えようかな。今来た人が分かんないよね、きっと。なんで？あ、またや。テロップめ、やめてくれ。お願い。オッケー。なんか業務連絡みたいなちょっと。まあでも本当にね、今回は結構。おとなしめだと思います。これが多分これね、これがこれがあの今日の2時22分に出た写真です。だから後でそれぞれ時間があるときに見てください。まあこう1年に1回ぐらいですけど写真撮ってもらうとなんか、うん、自分ってこういう感じなんだなっていうのがすごい分かったりするんで新鮮ですね。うんうん、なので後でそれぞれで見てください。でそして5時10分にも解禁になってたと思うんですよ。でも私5時10分の方はダンスレッスンしてたのでまだ自分は見れてないんですけど、バーコードみたいなやつ出たんじゃないでしょうか。こんなとか、こんなとか、そう、このバーコードのやつ、このバーコード意味があるんです、ちゃんと。なんかラブマイセルフわかりますか。私が去年5月自分の誕生日の時に出したグッズなんですけど、去年に続いてあの今年もレッスン中にこっそり見てました。あそう、去年に続いて今年もこう今回こういうバーコードなんですけど出そうと思って今回相談をさせていただいて出すことになりました。まあなんだ、言っちゃうとファンの皆さんに公開してるのが2個っていうだけであって、私が結構こういうイラストとかデザインを描くタイプなのでいっぱいいっぱい描いてます。でもなんか結局でもあの去年のテーマはラブマイセル
今年はベターで行こうかなと自分の中でねあるんです、そういうのが。まあラブマイセルフもベターも両方英語なんですけど、まあ去年は1年大変だったので自分を大好きでいようっていうところをコンセプトに作ったのがラブマイセルフで、まあ、皆さんも大変な時期だったと思うのでそういう時こそね自分を大事にしてほしいなっていう思いで、そうラブマイセルフにしてみんなと一緒にねグッズを持ったりして高めれたんじゃないかなと。私一人でやる予定だったものが、まあ、みんなとこう共有できたのでよかったなと思って、で今年はそれの進化バージョン Better です。 Better 日本語で言ったら Better って言うとまたちょっとあれなんですけど Better です。これがまあ英語の意味なので、なんて言うんだ、まあ今日よりも明日とか今よりもさっきよりも今とか、ベターって一個ある状況がまた良くなって良くなることを言うんですよ。例えば前髪がこうくしゃくしゃになってるじゃないですか今。これを声整えるだけでもうベターなんですよ。言ってる意味分かるかな。なんかほんのちょっと前のことでもずっと昔のことでも何でもいいんですけど、とりあえず過去と今を比べた時に状況が良くなってるのかっていうところなんですよね。だからそういうところで毎回なんて言うんだ、何かを取り組む時ってもなんか本当にね1ミリでだけでもなんか状況が良くなってたらもうベターなんですよ。それでいいんですよ。それが100点なんですよ。だから完璧を求めなくていいんですよ。例えばテストでいつも2点だった人が3点取れたらもうベターなんですよ。100点なんですそれが。だからそういう意味が私がすごいこの言葉に感じるんですね。英語圏の人はどういう風に感じてるか分かんないですよ、そのネイティブの方なので。ただ私はその間接的にまあ第二言語で勉強しているのでそういう風に感じる、なんか深い言葉みたいに感じるんですよ。だから結構好きな言葉で、日本語だとなんだろうね、まあそうそう一つ上ってことかな、少しでも良くなる、進化するってことですかね。そうそうそういう感じです。何でもいいんですよ。例えば何だろう、爪が伸びてて爪が切って爪が綺麗になったらもうベターじゃないですか。だから本当に過去1秒 0.001 秒前でも今と比べた時に状況が良くなってたらもうベターなんですよ。私的にベターっていうのは100点満点っていう意味だと思うんですよ。すごくないですか。だって例えば昨日より今日状況が良くなってたら昨日見れなかった景色が今は見れてるってことじゃないですか。今結構勉強頑張ってるんですけど、私がなんか勉強ってこう行く人あんまいないと思うんですよ。なんかこう行って停滞してこう行って停滞してっていう感じで多分何回も何回も壁を乗り越えていかないと限界突破ができないと思うんですよ。で私も勉強してる時にたまになんかうわもうここで終わりかな、もうこれ以上登れない気がするって思う時がすごくあって、なんかそういう時も結局なんか深く考えずに、例えば何かと暗号じゃないわ、単語を覚える時とかでもなんかなんだろう、今日10個じゃなくて11個覚えようとか、それだけでもすごい進歩だし、なんかほんとそういう話ですよ。本当にちょっとのことでいいんですよ。半歩先でもいいし半歩行かなくてもいいんですよ。だからそういう意味が私はこのベターっていう言葉からすごい感じるので、それをね今年の目標でみんなと共有したいなと思って今すごい熱く語っちゃったんですけど、そう昨日よりも早く起きれたらもうベターです、そういうことです。はい、何でもいいんです。例えばその進歩する話ではなくて幸せかどうかもベターだと思う。例えば本当に幸せに生きてほしいなと思うので、なんて言えばいいんだろう昨日よりも今日幸せだったらよかったなとか、なんか1分前よりも幸せだったらよかったなって、本当にみんながねほんのちょっとだけでも幸せになれたら嬉しいです。そういう意味を込めてベターなんですよ。でちょっと一瞬だけ見せるね、みんな頑張って見てね、ちょっとどういう形か覚えてね、こういう感じのバーコードなんですよ。こういう感じのバーコード、このバーコードもここの線あるじゃないですか。こ
この線もうただの線じゃなくて、これベターって書いてあるんですよ絶対読めないけど、これでベターって書いてあるんですよ。もう一回見せるね。これこの線、この線で、これただの棒を適当に書いたわけじゃなくて、これベターって意味なんですよ。でバーコードの下って数字があるじゃないですか。ここにも数字があるんですよ。こうやってこれ数字あるじゃないですか。もう一回いくよこうやって数字があるじゃないですか。この数字も私が暗号化した言葉が隠れてて、それがブログにも書いたんですけど、まあ、言っちゃうね。昨日よりも今日っていう意味の数字です、これは。だから昨日よりも今日ちょっとでも良くなれたらいいなっていう意味を込めてこのデザインを作りました。なのでそう、結構大満足なんですけど、本当はもうちょっと違ったんです。最初はイメージが結構普通だったと思うけど、なんかなんだろう、パンって思いついてこれにしたんですよ。だってさ、全く何も知らない人はさ、ただのさ、こういうデザインなのかな、ただのデザインだなって思うじゃないですか。でも知ってる人は知ってるんだよ、この暗号がここに隠れてるってこと。なんかこの秘密みたいなのがすごくないですか。そう、そういうところで作ってみたんですよ。487人の皆さん聞いてくれてありがとうございます携帯の型かな、入力かな、わかんない。でも本当に昨日よりも今日っていうところです。皆さん昨日よりも今日いいってことがベターって意味なんですよ。だから皆さん本当に生活してて、あー自分ってダメだなって思うんじゃなくて、その自分に気づけた自分がかっこよくないですか。だからもうそれで100点なんですよ。あー自分ってダメだなって気づけない人間もいっぱいいる中、自分ってダメなんだな、もうちょっと頑張ってみようかなって思える時点でもうベタ以上のもうベストって感じなんですよ。だから皆さん毎日自分はちょっとでも前に進めたらいいと思って生活してもらえたら嬉しいです。はい、そう、私は逆にベストって言葉がすごい嫌いです。なんかね、一番になる必要ってないし、誰に対して一番になってるのかが分からなくて、なんか私結構テストの点数とかで一番取りたいと思ってる時期もあったんですけど、正直何に対しての一番かが分からなくなったんですよ。そのクラスの中で一番を取ったとしても、みんなそれぞれ勉強の歴が違うし、生活している質も違うじゃないですか、やってることとか。そしたらなんて言うんだろう、本当にかけっこの一番わかるんですよ。みんな用意どんでスタートするから。でも学校の中の一番なんてさ、ね、前から前から勉強してる人も中にもいるし、昨日始めた人もいるし、その中で一番って言ってもね、違うじゃないですか。だから結局私はその一番ってなんだろうってすごく思うんですよ。その数字に出たら一番かもしれないけどね、そういうのじゃなくて、私はベストをよりもベターが好きです、うん、だから皆さん自分のね、自分のハードルをね、自分で高くして自分を苦しめるんじゃなくて、ハードルはすごく低くてよくて、それを確実に乗り越えることがすごく大事だと思います。それができない人もいっぱいいるし、それができないのに一番は絶対になれないと思うんですよ。だからどんだけ低いハードルでも乗り越えた人が素敵だと思います。そういうところで私はこのベターというものをね、皆さんに共有したいなと思って、ちょっと真面目な話になっちゃったんですけど、けどそういう意味を込めて作ったっていうところで、どうしても伝えたくて、それでこうやってショールームを始めました。だからね、まあ後でグッズを見てもらえたら分かるんですけど、結構目に見えるようなもの、なんて言うんだろう、身近に感じられるものを販売してて、なのでそのもちろん T シャツとかないんですよ、見えないから自分がそう、だから自分がこう手に取って見れるものをグッズにしようと思ったので、アパレルは全くないです。だから本当にね、みんながさりげなくパッて見た時に、あ自分頑張ってる、うん、これでいいんだって思えるようなものになったらいいなと思って今回作ったので、ぜひ後でグッズ見てみてください。
買ってくださいとかそういうんじゃなくて、見てみてください。私は買ってほしいわけじゃなくて、なんかそのこういう思いを込めてこの人が作ったものを僕が欲しい、私が欲しいって思ってくれた人が買ってくれたら嬉しいです。だから私が好きだから買うとか、そういうのもまあいい理由かもしれないですけど、そうじゃなくて、あ、この意味が素敵だし、なんか自分のためになるかもって思ってくれた人が手に取ってくれた方が嬉しいので、買ってくださいではないです。ちなみに残ってるグッズは関係数しかないよ。あのね、まだね、今日の10時から販売なんですよ。今日の夜の10時、だから今在庫はゼロになってて、10時になったら復活するので、10時にぜひ見に行ってください。今はその写真がね、出てるだけだと思います。なので、そう、しかも写真もね、あのあれだと思います、まだこのショールーム終わってからじゃないと後半の部分載せてないので、ブログは上がってるけど、そのツイッター、インスタ、その販売サイトとかには載ってないと思うので、関係数だけ変えたのはなぜだ。え、変えたの、やばいねまあそういうことはあると思います、スタッフさんはい、そう、販売は今日の10時からです。なので今ショールーム、あの販売前に説明したいなと思ってきました。インスタライブと迷ったんですけどね、どっちかしかできる時間がないなと思って、ほとんど売り切れてたので安心しました。まだ売ってないです。10時から、今日の10時から夜の10時です。でも多分売り切れないと思います。あの売り切れ、あ、一部先着販売はあると思うんですよ。マスクケースとか多分結構すぐなくなるかもしれないですけど、あのもう結構ね、その先着をそんなあの準備してないと思います。今回誰でも買えるようなものに、だって誰、みんなのそばに寄り添いたいって言ってるのにね、先着販売とかね、しんどいじゃないですか。だから全然受注販売なので、今回はだからお届けが6月下旬になると思うんですよ。でもそのマスクケースとか確か一部だけ、うん、一部だけあの先着販売になってるので、あ、グッズ見せたかったな。なんで反射しちゃうんだろう。ボトルありますよ、ボトル。いくよ。はい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 。これ黒い感じのやつも準備しました。ボトル。皆さん1日2リットルは水飲んでください。あとね、缶ケース。こういう感じの缶ケースです。こういう感じの缶ケース。じゃあじっくり悩んで注文できるね。そう、本当にじっくりね、悩んでください。注文販売なので。ただ一部だけね、マスクケースがこういう感じです。これはちょっと一部先着です。こういう名刺ケース、カードケースもあります。普通ね、こういうカードケース使ってる。これが私のカードケース。本当に使ってる。こっち側に模様があるんですけど、これと同じやつです。ここにね、カード入れて使ってます、ちゃんと。私のお財布本当これしか持ち歩かないから、皆さんぜひ手に取ってみてください。今回赤色と黒も準備してみたんですよ。男の方が多いと思うので手に取りやすいように。バーコードリーダーではね取れないよこれ。本当は QR コードと迷ったんだけど、 QR コードはやめました。なんかあのあまり可愛くなくていかにもって感じで、メガネクロスやっぱ反射して何も見えない。マウスパッドとかいろいろあります。そうだから皆さん赤の方欲しい。お、赤かわいいよね。なんかファンの人って赤好きな人多いイメージなんですよ、私のイメージで勝手な。あの会社に持ってっても恥ずかしくないデザインになってます。一時期の
本当とんでもなく意味のわからないあのね、つぐって書いてある T シャツね、ごめんなさいね、あれね、ああいう感じのやつはもう二度と作らないので大丈夫です。はい、今現在もちょっと悩んでるグッズっていうか悩んでるものもあるんですよ。自分が欲しくて作ろうか迷ってるんですけど、作りたいのがお買い物バッグと iPhone ケースなんですけど、これ多分今日は販売しなくて自分だけに作ろうかいろいろ迷うんですけど、まあ、うん、会社に持ってきます。自分の誕生日プレゼント、おお、お誕生日なんですね、おめでとうございます、嬉しい、誕生日プレゼントして買います。ぜひツグティの悪口はやめてあれにする、逆にあれは現場で着るのも恥ずかしかったね、ごめんなさい。なんかすぐ定期で普通に仕事してたよ、もうこういう人もいるんだから本当に、あ、好きあれはねちょっとね、あのね、まあ私アイドルだったんでねそこはちょっと理解をしてほしいです。なんかやっぱコンサートでファンの人を見つけるためにはああするしかないんですよ、必死でした、はい、うん、そうだから皆さんぜひね、ごめんね、ちゃんと画像見せられないんですけど、ぜひ後であのツイッターとかインスタの方が詳しく書いてあるので見てみてください。でまとめるとあのまあダンスとズームは29日から受付なのでまだ時間があるんですけど、割と当日で売り切れちゃうことが多いので、あ、この日絶対行きたいなって決まってる人はその日めがけてぜひ予約してくださいこうコメントとね、一人喋りじゃなくて本当一対一でお話できる場なので、ぜひそれで遊びに来てください。で、グッズの方は今日の10時から、夜の10時からになるんですけど、まあマスクケースが多分早いかな、それ以外は別に多分受注なので、あの明日でやろうと明後日でやろうと多分あると思います。ただ29までに応募しないといけないです。そう、あ、で2の顔の写真が載ってる方のコンセプト1の方はこっちですね、あのご購入者全員にサイン券がついてくるんですよ。ショールームでサイン会するので、ぜひあのサインもゲットって感じで、そうサイン会もね来てほしい。そうサイン会全員なんですよ、買った人全員と全員のサインができる、しかも2000円ごとにサイン確か1枚みたいな感じでやるので。1対1ってどんな感じですか、なんかねテレビ電話してる感じ、テレビ電話してる感じ、アラームのセットスタンバイした、うわーありがとう、サインショールームを見れなくてもし、ショールーム見れなくてもねサインは届きますよ、ご購入者の方だったら。ちょっとお腹空いたからワッフル食べていいですか、私この後8時からまたイベントがあって、土日結構ねダンス教えてるからねご飯食べる時間がねないんですよ。ズームってこっちの映像映るんだけど、ズームはあのオフにしたままでも大丈夫なんですよ、オンにしたら顔が映ります。うん、自由やな。今日の昼夜ご飯、土日はいつもね朝ごはん食べて今食べるって感じです。ワッフルが夕ご飯、もう作る時間なくて、だってショールームしてたじゃないですか。ここのブランド好きなんですよ、わかります、クッキーあるじゃないですか、知ってますか。なんか美容院行った時にここの会社のクッキー出てよく出ると思うの、女の子いない、クッキー知ってるよね、これよく出るんだけど、
そう、ロータス、ここのクッキーも美味しいし、このワッフルめっちゃ美味しいんですよ。最近好きな食べ物ワッフルかも。毎回食べてるわけじゃないけど、ワッフル食べたいってよくなる。車のディラーで出してくれる。ディラーってなんだろう。でもなんかちょっとしたお菓子で絶対出てくるよね。私絶対美容院で出てくるんだけど。今日コンサートあったの？ワッフル食べたことないの？あ、このワッフルかな。美味しいよ。ここのやつ、ロータスのワッフル、どこで売ってるん？これは私ネットで買いました。でも成城石井とかにあるんじゃないかな。止まんない。AKB 方面でもしかして、あの都道府県のグループの、早速調べた。そう、これすごい美味しい。みんな50分までやるね。あと7分。私言いたいことはもう言い終わってちょっと疲れました。言い切っちゃった。でもなんかちゃんと聞いてくれて嬉しかったです。ただね、全員に全員言えてないと思うけど、でもその時見てくれてた何十人もいたよね。確か何百人といたと思ったけど、その方たちに伝えれたことが今日の幸せです。結構グッズ使いやすいと思う。グッズって考えないでほしい。なんか本当にただの雑貨だと思うんです。だから欲しいと思ったらぜひ手に取ってみてください。私も買った。みんなと同じ時間に買ってみようかな。そうしようかな。面白そうじゃないですか。自分でアカウント作ってみんなと同じ時間に。10時でしょ。どう思う？買ってみようかな。みんなと同じ時間に買おうかな。そう、日用品としてサンプル持ってるけどね。みんなと一緒に争奪戦。マスクケース買うから絶対。みんなの気持ちをね。日用にいつもあると嬉しいな。わあ、そうやって言ってくれるのが嬉しい。持ってるのに買うの？でも持ってないのもあるんでしょう。それがマスクケースです。変えたら結果ツイートしてな。じゃああんなに言ったけど、ここにいる人と多分戦うことになるね。自分で買ってもサイン会。サイン系はさすがにいらない。でも通貨買う方そっちじゃないから。敵が増えた。敵って言わないでよ。もうみんなどうせ絶対こっちも通信環境のいい場所でやるから負けんよ。本気でマスクケースは渡さない。絶対一番に買ったろ。
サイン券はいらない。自分の顔の写真はさすがにいらないよ。自分の顔の写真の方はいらないよ。あっちはもう完全に誕生日のアニバーサリーだから。コンセプト2の方の話をしてるの。今何時？あと4分。もう一口最後の。早いよね食べるの。手がギラギラ。これすごい美味しいよ。なんかチョコをコーティングしてるやつもあるんだけど、2はこっちの方が好き。チョコの方もちょっとね、甘すぎた。邪魔する人じゃなくて、私は買いたいから参加するんです。邪魔じゃないです。必死なんです。ココナッツサブレレモネード味。これの？そう、プレーンが美味しいよね。私基本的に全部そのなんか選べるやつプレーンかも。なんか何も味ついてないっていうか例えばチュロスとかもプレーンみたいな。ドーナツも普通のやつとか。うん、ライブもね、来週にある。来週だから練習してるんですけど、受付が31日までです。あ、おにぎりはね、塩むすびじゃないおにぎり何が好きかな。鮭か、鮭か昆布。おにぎりはね、結構ね、あのね、味が変わる、その時の好みが。なんかいろいろさっき飛んできてたよね。どこだ、どれで見るんだ、これかな。お、ゆうとくんのだるま。あ、イブで見えなかった。ダルマーパラダイス、ありがとう。ゆうとくん、ゆっちさん、お久しぶりじゃないですか。ゆっちさん、松田さん、お疲れ様。疲れーって来てる。あきひろさん、ありがとう。あ、ともさん、とものりさん、次郎さん、いいねー。とものりさんいっぱい、長谷部くんもいっぱい。みんな元気？仕事終わったのかな。アクアマリンさん、かわいいねこのアイコン。からのゆうとさんのアイコンは私のこの色がハゲハゲの一生懸命描いたんですよこれも。はあ、ね、みんながねやってくれてるんだから、その悪口言わないの。マックフロントさん、関さん、タカさん、ゆうとくん、ゆうとくんいっぱいだね、ありがとう。ベタベタな手で触っちゃダメだよ。こっちがベタベタです。ティッシュがねどういうところにあってね、もう終わるまでこのずっとさっきからずっとこにしてる。眠いとき梅食べてる？眠いときは、お、眠いときはね、つうね、てかお昼寝するとさ、逆にしんどくなるんですけど、これって何？年？お昼寝してわー寝たーってならないんですよ私。お昼寝したら、あーだるい、あーもう夜どうしようってなって、結局そっからなんか30分ぐらい何もできない。ぼーっとして終わっちゃう。仲間いる？結構ね、心臓にくるってなる。
ゆうとさん、いいえ、ありがとう。昼寝時間が長いのかな、めっちゃね、しんどくなる。でもそんなに寝ないよ、昼寝そんなにしないけど。そう、でもね、矛盾するんだけどね、自律神経の乱れもあります。お、仲間いた、みなみさん。お昼寝長いと私も辛くなる。そう、夜がしんどくなるよね。なんかまた新たにはぁってなるのが大変で。今何時？あ、もう50分になってた。では皆さん、今日はいっぱい説明もめっちゃいっぱい一人で喋って終わっちゃったんですけど、来てくれてありがとうございました。急に終わる。またね、来ます。とりあえず私はライブがあるので、ライブまでは頑張って練習して、ライブ終わったらまた遊びに来ます。なので、それまで、それまでじゃなくてもずっと皆さん元気で楽しくいてください。ベタだよ皆さん、ベタ、合言葉はベタだよ。無理しずに、昨日よりも今日ちょっとでも幸せになれたらもうそれで100点です。では皆さん、私はこの後イベントがあるので、この手を拭いて準備をして行きたいと思います。またね、ツイッターとインスタに詳しくまとめます。そして10時の販売には私も参加するので負けません。ではそういうところで、皆さんありがとう。これ私から切らなきゃいけないよね。バイバーイ。切るよ、切るよ、バイバーイ。